皆さんこんにちは、成瀬琴です。さあ本日予想していくのは2月4日日曜日に行われます第11レースショーン賞です。今回10頭立てで行われますこちらのレース、バーンエグレード2、3歳馬場の重賞戦となっております。そしてなんとこのショーン賞、そして来週に行われます牝馬重賞の黒百合賞、この2つのレースの開催に合わせて畜産品が100名様に当たるキャンペーンも開催中です。詳しくはバーンエトカチのホームページをご覧ください。それでは予想の方に参りたいと思います。私の本命はこちらです。じゃん、6番ライジンさんです。現在3連勝中と上がり調子な一頭です。この3つのレースを見てみると、後方につけてから勝つレース、そして先団につけてから勝つレースなど、様々な展開で勝ち切っているのがとても印象的でした。今回もどんな展開になっても適応してくれると思います。そして重量については、今回こちらのライジンさん1頭のみトップハンデとなっておりまして、他の出走メンバーと比べてプラス10キロとなっています。ですがレースを重ねるごとにライジンさん自身も馬体重も増加していって、価格もしっかりしていっているように見受けられますので、そこは問題ないかと思います。最後の直線では得意の末脚が発揮されることを願いながら、私もライジンさん応援したいと思います。回目の方はこんな感じにしてみました。馬さんマルチです。軸が本命の6番ライジンさん、そして相手が2番道潮、4番フレームファースト、7番北西ハリアー、そして9番ウルトラコタローの4頭です。よかったら参考にしてみてください。それでは今日も一緒にバーンエ競馬楽しんでいきましょう。さようなら。